끌어내릴 때 내가 조금 이렇게 내려. 네, 근데 히키츠케를 하고 있잖아. 번호 거츠노네. 거래요 히 고 고 히지오. 조금 나간이. 응? 응? 거츠모. 네, こうやって 真ん中に ギュッてやって これね釣り手の方も少し相手の真ん中に入れて、そうすると少しこう腕立て伏せの真ん中みたいにギュッと離れられる。そしたらね、それからやるんだけど、と思ったら乗せたらこれをギュッ、この手首をギュッギュッと、ギュッってやったら、 これね、ちょっと俺肩痛いから思いっきり触れないけど、ギュッギュッってやって、ここをずらしてきて戻すと内側に来たらパッてやると、これがね、切れたりすることもある。今切れなかったけど、まあね、ギュッてあげて、で今度こう持ったら上、 下、上、下って、ね、これを少しギュッてやることによってこっちにずらさす、でずらさして、ね、オッケー。なかなか切れないかもしんないけど、真ん中によって少し空間を作って返して、 だからよくこういうのやるじゃん。ね、あれのもっとしっかりした版みたいな感じでさ、ね、こうちょっとしたこういう動き、今こうやって切るとね、うるさいから掴んでて、掴んでくる動きにギュッギュッ、ね、切る。 こっちはこっちでね、前やったけど、ずるし、ね、ちょっとずらす。こう、自分の近くでギュッギュッ、ね、ギュッギュッ。あともう一回、前もやったけど、こう、釣り手先に持たれちゃって、相四つでね、よくこういうのあるの。ここはこうできるけど、こうやって持たせてもらえないで。 本当はこっち組みたいんだけど、こう、ね、この間冗談でこの三つ星やれってのやったけど、金曜日ね、そういうわけじゃなくて、もう最初からもうこうなっちゃった場合に、こいつ捕まえてくれないんだなっていうのが分かったら、一回待てとかになった時に、ね、今度組む順番考えるな。どうしてもこう、こっから取りに行きたくなるから、ね、そしたら逆、左組みなんだけど右手で本当はこうなんだけど、 一回こっちを掴む、ね、袖じゃなくて、そうすると相手も慌ててこう持つから、ね、そしたらこれを引きつけながら釣り手の方持つ、ね、意表をつくような感じになるけど、こうやって普通に持ってたらここ押さえられてやれて、こんなんなってるじゃん、よく、ね、でもうこれでこう外して持てればいいけど、ね、 どうにもなんないというか、一回ね、待ってもらって、今度組むときに考えて、こう取り行くんだけど、バツって、ね、こうやって、こう右になっちゃダメだよ。左の前、左の前で、バッて行って、ギュッて寄せといて、叩いて、しっかり親指かませて、掴んで、で、それでもギュッて潰しに来るから、ね。そしたら、ここから持ち替えて、しっかり持つ。ね。変えるんだよ。 もういつまでもこれじゃダメだよ。毎回こうやって持たれて、こうやって、こんなとこしか持てなくて、こんなとこしか持てなくて、いいようにこうやって、ぐん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 やれて、こんなんなってんじゃん。ね。その場合だったら、もう一回一回こっち離しちゃってもいいし。で、この間やったように、外に回して近づけて前に出す。ね。外にもう大きく回して、 近づけて前に出す。ね。そうすると、
多分自分もやられて分かるけど、ギュッて手がすごく痛いから、でここだと力が入んない、自分の回しながら自分の近くに、ね、こうやってかけちゃダメだよ、ボキッと折っちゃうから、ね、やったら回しといて、この手首で回しといて挟んで持ってきて上に、ね、それを少し今度練習試合とかね、試合だったらちょっと試してみてください、思い出すようにね。はい、じゃあ2列。